どうもー。はい、大喜利の結果発表です。はい、結果発表です。お待たせしました。今回もたくさんの方がね、コメントしてくださりありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。総勢何人ですか？総勢何人？17人かな。ほう。ありがたいですね。ありがたいね。はい。毎回ちょっとずつ増えていくね。そうですね。うん。はい、決まりました。僕、はい、今から決めます。今から買い。はい、で揃いました。はい、OK です。はい。じゃあどうします？西村さんお願いします。じゃあ僕行きましょうか。はい。はい。大喜利、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、非常に楽しかったです。はい。で、その中で、まあ、5点ね、5点あるという話で、はい、振り分けさせていただきました。はい。で、僕が選んだのはお二人です。お。はい。2つのコメントが面白かったなと。なるほど。はい、そういうふうに思ってます。はい。3点と2点で、振り分けさせていただきました。はい。はい、なので、まずは2点の方からですね、はい。はい。紹介させていただければと思います。うん、はい。1人目。てでん、小林武さん、はい、YouTuber、わたがしさんの無料パーティー参加券、イエーイ。よく選びましたね。選ぶよ、そりゃ。選ぶ勇気ありましたね。はい、どういうことですか、それは。まあ、説明を省きます。説明はい、説明を省きます。説明は省きますけど、はい、分かる人は分かると思います。はい、はい、ね、別に僕は、ね、好きとか嫌いとかじゃないです、この綿貝さんっていう人もね、はい、ただこのね、無料パーティー券っていうのを打っててね、ぴょってまさたら、ね、ね、って思います。ちょっと理由の説明できないけど、何で言うしようかと。はい、普通に刺さりました、ね、スッと入ってきましたね。はい、で、小林武さんには、2点を、2点ありましたね、はい、審査させてあげたいと思います。はい、あともう一方ですね、はい、3点つけさせていただきました。はい、はい、3点の方でね、Pサイさん、はい、投稿が、シンプル、はい、馬刺し、はい、馬刺し普通に嫌だなと思ってこんなのは嫌だって馬刺しすって持ってこられたらね、はい、生もんだし、でも美味しいから食べたいしさ、うん、売ってるしさ、はい、ちょっと想像したら面白いなと思いまして、なるほど、はい、こちらの方ですね、3点をさせていただきました。お、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、はい、というわけで僕は以上でございます。はい、はい、じゃあ僕の発表からいきますね。はい、はい、じゃあ僕は3人いて、うん、まあ1人ちょっとずばらけてたんですけど、まあ一応3人にして1点、1点、3点ですね。はい、はい、1点の方が方からいきますね。はい、1点ですが、ネミサイさん、お二人への応援歌、自作を録音したカセットテープ。はぁ、ね、カセットテープ今どうやって聞くんだよっていうねそこがちょっとね、はい、そうね、はい、10年前だったら選んでなかったですけど、はい、うん、まあ、今じゃね、って話ですね、うん、応援歌っていうのはどうそこから乗っかってきてカセットテープっていうね、令和にっていうのをちょっと思ってね、選びました。はい、嬉しいけどね、こんなもらったら逆に、わざわざカセットテープを再生できるラジカセ買いそうだ。どういうの入ってるの。絶対嘘です。嬉しいじゃん、普通に考えて。好感度上げてきましたよ。はい、どう考えても嬉しいじゃん。はい、もう一点がですね、伊藤さん、溶けたスーパーカップ、もちろんスプーンは忘れるっていう、はい、これが最後の分だったからちょっと言って ありましたね。あ、そういうことなんですね。はい、食べ物系とかもあったんですけど、うん、これが良かったですね。スプーン忘れるっていうのがね、はい、うん、どうやって組んだんですか。飲めよとか、はい、溶けてるもの飲む専用だった、はい、という感じでした。で、僕がズバ抜けて面白いって言った方が誰かというと、最後3点、はい、小林武さん。やっちゃった、ランドリーや。パチンコ YouTuber 綿菓子の無料パーティー参加券ね。はい、まあ面白いよね、常に。やっぱりね、
やっぱり単純に面白いもの選ばないとなと思って、まあ、単純にこれがね、コメント来た時に、ね、一番笑いました。やべえの来たっつって、これは困りますね、本当にね。どういう意味で困るんですか。いや、ちょっと理由は言えないですけど、理由は言えないですけど、ちょっとね、はいはい、これ分かる人に分かってくれると思いますね。そうだな、はい、そうだな、そこまでとどめておいた方がいいでしょう。はい、しかもこの企画やるちょうどね、タイムリーぐらいにね、ちょうどパーティーやりましたみたいなね、そうそう、上げてましたからね。見たね、俺も見た、見た、見ました、見ました、チラッチラッとね。そう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 、もうフラッシュバックしてるね。はい、ということで、じゃあ、うん、小林武さんですね。はいはい、まあ今回僕にできれば DM いただければと思います。はい、はい、そうですね、そうだね、はい、Amazon ギフト券をプレゼンさせていただきますので、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、今月はね、もう今のところ20万ぐらい買ってますんで、はい、さらにね、来月はたくさんのプレゼントできるように頑張ります。はい、100万いこう。100万ぐらいってね、はい、1万円分ぐらいプレゼントしたいなと思ってますんで、はい、結構でかいからね。ですね、うん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。